今回ですね、メンタリストの大吾さんと、この立花隆さんですね。まあ、このお二人の仲が以前とは違って、ちょっと、反駁するようになってきたということでございますね。まあ、一方的に大吾さんの方が、N 国党をひとまとめにして、バカな人たちという形で、要は大吾さんもそういう言葉使うべきじゃないと思うんですけどもね。でも、大吾さんは、いわゆる大衆をバカにするのが好きな人なんで、常々こういう発信してるんですよ。で、自分以外は全部バカみたいなことを思うのはいいんですけども、そういう発言をすることによって人を傷つけたり追い込んだりいじめたりすることを誰よりも効果があるってのを知ってるんで、それをね、言葉のいじめってのをよく使うんですよね。ひどい人だと思うんですよ、そういうところでは。もちろん能力の高いところとか、尊敬せざるを得ないといけないところとかって結構あるんで、全部が全部ダメな人ってわけじゃないんですよ。ただそういう人だからこそ、やっぱりね、人をいたわる、なんか責任とまでは言いませんけども、自由なんですけどもね、そういう部分があってもいいんじゃないかなと思いますけども、やっぱり山の頂点に登った人がね、山を登ろうとしてる人、必死こいて山を登ろうとしてる人、這いつくばってる人に上から、石や砂を投げかけてね、登れないようにしていくような図なんですよ。で、それは、大悟さんがご自身でおっしゃってるように、自分は幼い頃いじめにあってたと。いじめってのは要するに、崖の上から石を落とす行為でしょ？必死で登ろうとしてんのに。で、逃れるところがない、守ってくれる人がいないところですよ。その辛さ、悲しさ、弱さ、悔しさってのをね、自分で知ってるのに、だからこそ人を貶めようと思ったらいろんな方法があることを体験して知ってるんで、それを今ね使ってるわけなんですよね。で、大悟さんはもうテレビとかね、マスコミとか相当信用してなくって、もうテレビなんて出れなくてもいいから闇を暴いてやるみたいなことやってるという意味では、ガーシンさんと同じことしてるはずなんですよ。立花隆さんと同じ理念を持ってるはずなのに、今はどちらかというとマスコミの闇を暴こうとしているガーシーさんとか立花隆さんを貶めて、つまりはマスコミの味方になっちゃったんですよね。まあ、こういう卑怯なところもあって、自分を正当化するために人をさらに貶めていくところ、それで巻き添えになって板挟みになってしまう立花隆さんと、それから大悟さんの間にいるね、何も本当にしてない人に対してかなりの負荷をかけて、お前どっちにつくんだみたいなことを無言で問いかけている姿で、当然立花隆さんはね、自分から人が離れるのはしょうがないなっていうふうに腹をくくってる部分がある。一人でも戦うっていう人ですから、この人は。でも大悟さんは人の心理を操り、あの手この手でですね、自分の方に味方に引き込んでですね、立花さんを孤立させようと今からも考えてると思うんですよ。だから三崎優太さんとかとね、コラボをしたりとかね、するんじゃないかなと思いますしね。そういう意味で言うと、なんか結局は勝つのは大悟さんかもしれませんよ、これは。でも核ミサイルを今に撃つぞ撃つぞって言って脅してるようなもんじゃないかなと思うんですよ、これは。なんかね、立花さんがいなくなったら、もうこの日本を正してくれる人はいなくなるんじゃないかなと思います、思うんですけどもね。まあ、だから何でもかんでも立花さんの味方をしろってわけじゃないんですけども、今回のことに関してはゴシップではなくって、本当はどうなんですかっていうところで、まあ、筋を通そうとしてるわけじゃないですか。要するに言い方を変えればね、ガーシーさんによって名誉を毀損されようとしている芸能人の皆さんを守るために、立花さんがじゃあ正々堂々正直なことをやっていきましょうよっていう風にしてるわけなんですよね。まあ、それは多くのファンの方の、なんか思いでもあるのかなと。で、今回の件は被害者がいらっしゃることですからね。被害者がね。ファンとしてはどっちでもいいって思うかもしれませんけども、被害者、そしてそのご家族に対してはどうなんですかということです。自分の家族がこんな目に遭っていたら、あの有名人によってその事件をもみ消されていたとしたら、まあ、私はね、もうね、差し違えてでもね、立ち向かっていきますけどもね。まあ、それを差し違えるほどの、なかなか勇気も出ないし、社会的環境もある、いわゆる大衆ですから、私たちはね。大衆だから、大悟さんに馬鹿にされても抵抗できないんですよ。一部の天才に踏みにじられても悔しいけれども、這いつくばって生きるしかないわけですよ。そこに、どちらかというと、支配者であるはずの既得権益者である、はずの立花さんが大衆の味方に立ってくれてるというふうに見えるんですよね。今大衆の味方なのは誰ですかね。大悟さんですかね。大悟さんは大衆をバカと言ってるし、大衆が
芸能人やタレントを死に追いやってるとツイッターでも発信してるんですよ。私たちの敵に回ってるんですよ、積極的に。私たちを貶めて、国民を貶めて、丸ごと放り投げてるわけですよね。で、しかも、そういった馬鹿にしてる大衆からお金を巻き上げて、今の大悟さんの地位と資産はあるわけなんですよ。さすがメンタリスト。私たちの心を掴んでね、金も掴んじゃいましたね。だからメンタリストの力をこういうことに使うのかと思うと悲しいばかりでございます。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。繰り返しますけども、メンタリスト大悟さんの全てが嫌いってわけじゃないですからね。でもこういう部分を武器に使わないでほしいなと思っちゃったわけなんですよ。私たちは抵抗できないですから。ね、同じ表現使いますけども、山の上から這いつくばって登ろうとしてる私たちに、大衆に石を投げ、目くらましの砂をかけてる状態が今の大悟さんで、それは単なるいじめに過ぎないわけですよ。いじめてるだけなんですよね。もちろん、YouTube っていうね、限られた空間を使ってるんで、見なければいいといえばその通りなんですけども、その通りなんですけどもね。で、見えないところで人を貶めるっていうことで言えば、なんかね、LINE とかで誰かをいじめるために結託して、あいつ無視しようぜとか、あいついじめようぜみたいなのね、本人には連絡せずにこっそりと裏で回してるのと同じ図じゃないかなとも言えるんですよ。まさにいじめの構図そのものなんですよね。かなりの陰湿ないじめの構図そのもの。なんか辛いですね、そう考えたらね。大悟さんは最近まで私たちの味方だったんじゃないかなと、最近までね、と思うんですけどもね。まあ少なくとも私たちは大悟さんの見ている猫以下の存在だということで、それはもう仕方がないです。命に順番をつける人がいるのもね、認めないといけないことなんでね。じゃあ以上でございます。橘さんちょっとしょんぼりしてますね。